はい、星金余剰さんの3家2歳メスで49センチです。お願いします。はい、2歳からは3家も少し生産してみました。この鯉、まあ、マルテンチックに入って、まあ、肩に白地があって、この肩の隅がポイントになってくるかと思います。まだ小積みですけど、大きくなり従って増えてきたらいい鯉になってきてくれると思います。2段とこっち側3段のこっち側2段模様になっております。白地もちょっと今まだ調子があれなんですけども、いい白地をしていると思います。で、横の方も見てみます。はい、横の鳴りもちょっとあの丸染めが決まってます。はい、はい、お腹も綺麗です。ちょっと3系親はまあ実家さんなんですけども、オスはサダゾウ系のオスをつけて作ってみた鯉です。ちょっとまだ2歳なので、まだ成長過程はまだわからないんですけども、親は大きいので後々の成長が楽しみです。はい、大柄なのでもっと大きくしてこう見せてきてくれる鯉なのかもしれないですね。そうですね、この肩の白地のこの墨がある、この辺の墨がこうポイントになってきてくれると思います。はい、はい、そうですね、近年は紅白だけでなく昭和3家と、そうですね、御三家を揃えた星金さん、こう3歳4歳とこれからが楽しみですね。そうですね、うちも稚魚池を拡張してきたので、その増えた分で3家とか昭和をちょっとずつ増やしていきました。なかなか思ったような声はなかなかできないんですけども、中にはできた時はこうやってライブ声で紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちら、星金余剰さんの3家2歳メスで49センチです。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じです。はい。